はい、皆さんこんにちは。柏旭岡病院整形外科の藤井です。我々は1年365日、まあ、というわけじゃないですけれども、いつでも手術をしているわけです。で、まあ、季節って2本にあるんですよね。春夏秋冬って当たり前ですけども、どの時期に手術するのが一番いいんでしょうか。まあ、皆さん考えることもあると思います。で、まあ、あくまでも個人的な考えですけども、これまでの経験からこの季節やったらこうかなっていうメリットデメリットをちょっとお話ししていきたいと思います。ちょっと参考にしていただいて、いいなと思ったら、それで行かれるのもいいかなと思いますし、まあ、面白かったらまたチャンネル登録もよろしくお願いします。意外とですね、正月早々もう1月3日に入院して4日に手術なんていうことも毎年あります。でも、まあ、あまりそんなに多くありません。大概は1月8日ぐらいから、まあ、手術希望される方が多いです。寒い時期全体に言えることなんですけれども、まあ、今は新型コロナっていうのが蔓延してますけども、それが流行る前はインフルエンザが結構冬の間流行ってました。せっかく手術の予定を決めたのにインフルエンザで手術ができなくなるなんていうことも多かったです。新型コロナに関しましてもそういうことは言えると思います。寒い時期に手術しますと、この術後早い時期、入浴ができなくてシャワーだけになります。でそうなるとやっぱ寒いなと感じられるかもしれません。ただ入院中はちゃんと空調が効いたところでシャワー浴びていただきますので、ガタ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 震えてシャワー浴びなきゃいけないということはありません。まあ、だんだん暖かくなってきて過ごしやすい時期になってるかなと思います。ただこの時期っていうのはご家族、特に子供さんの受験とかに重なることがあって、ね、なかなか手術家族も協力できないということが多いです。特に大学進学の場合は遠くに行っちゃうことがありますので、それまでの間お孫さんとせっかくの時間を過ごしたい、だからその後へ手術してくださいっていう方もいらっしゃいます。まあ、有名なものとしてゴールデンウィークがあります。で、ゴールデンウィークがありますので、どうしても手術できる枠っていうのは少なくなってしまいます。季節的には最もいいのかなという感じはするんですけど、時折むちゃくちゃ暑い日があるんですね。だからそういう時はちょっと汗ばんだりすることもあるかもしれません。まあ、でも暖かいし、風も少なくなってきて、これから暖かくなっていくので、まあ、いい時期の一つかもしれません。まあ、鬱陶しい時期になってきて雨がよく降ります。雨と同時に低気圧になります。気候が悪くなって気圧が下がったらちょっと辛くなってくるっていう方も時折いらっしゃいます。まあ、そういったことがなければ、まあ、この時期はいい時期かなと思います。というのはこれからだんだん7月8月と、なってきて元気になってくるとともに、またご家族と、まあ、旅行とかアクティビティをしやすい時期になってくるからです。ぼちぼち暑くなってくる時期です。で、暑くなってきますと皆さん心配されているのは、化膿しないかどうか、感染を起こさないかどうかということになりますけれども、まあ、ご安心ください。病院の中は空調効いておりますので、そんなにこの暑い時期っていうのが汗ばむかっていうとそうでもありません。ただ夏休みっていうことも考えて、まあ、いろいろとその家族の中でイベントがあったりすることもあります。で、そうなった時に、やっぱりそのために時間が取れないっていうことで、なかなかうまくいかないっていうこともあったりします。でも逆にみんながいないのでその時期に入院したいなんていう方も中にはいらっしゃいます。まあ、やっと暑さも一段落ついてちょっとしのぎやすくなってくるんで、またこの時期に手術したいなっていう方も、まあ、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただですね、過ごしやすい時期に手術をするということは逆に、これから先にだん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 寒くなってくるので、術後にちょっと寒さでちょっと応えるなっていうこともあるかもしれません。家の中空調よく効かすのが大事かなと思います。患者さんが退院後1ヶ月ぐらいしたら結構寒い時期になるので、なんか今の方が前よりも痛くなってきたなんていう方も中にはいらっしゃいます。やっぱ温めるのが大事な時期になってきます。この時期特に農家の方っていうのは農閑期になります。ですので、農閑期になってくると初めて手術に時間が取れるよっていうことで、まあ、農家でしっかりやっておられる方なんかはこの時期に手術されるのが多いのが特徴です。師走って言われているように、まあ、非常に忙しい気ぜわしい時期になってきます。ですからもうここまで来たらもう来年しようかなんて言って1月まで待つっていう方もいらっしゃいますけども、逆に、この時期だからこそ、入院したいっていう方もいらっしゃいます。というのはこの時期に入院しますと、正月家で、おせちを作ったりする必要がなくなったりします。のんびりと暮らせるのでこの時期にする方がいいんじゃないかなということで、あえて年末に手術を希望される方もいらっしゃいます。ただ寒くなってきますので、1月の時と一緒でして、インフルエンザとか新型コロナとかに罹患して手術が延期することもあるので、十分、感染対策予防は、必要になってきます。
まとめますと、まあ、実際何が言いたいかと言いますと、各シーズンそれぞれいい点と悪い点があります。だからこの時期にした人が成績が良くって、この時期にした人が成績悪いというのはありません。ただその瞬間はもうちょっと暖かい時期の方が良かったかなとか、あるいはもうちょっと涼しいなってからの良かったかなとか、いろいろとあるかもしれないですけども、まあ1年経つとほとんど一緒です。特に季節によって成績に差はないと思います。ですから皆さん、やはり一番大事なのは自分がもう手術したいなっていう時にするのが一番大事かなと思います。どこぞの、予備校の先生でテレビのタレントになった人が言ってたように、いつやるのって今でしょっていうのと、まさにそんな感じですね。今でしょってね。はい、以上です。